皆さんこんにちは、マックスプレンです。 Twitter などで噂されていたアップバンクの新スタジオを今から紹介したいと思います。こちらでございます。ここにですね、通りすがりの高橋が今おりますね。通りすがりの高橋、あ、ちょっと身を上げて、ズリの身、ズリの身、ズリの身上げて、ズリの身開けろ出たこい、お前こんなところにいたのか、一体どこに閉じ持ってたんだお前は。やばい、本気で硬いまたいた、またいた、またいるよ、またいる、ズリの身投げて、今度こそ逃がさないぞ、ズリ、ボールをこうやって逃げた。ここで高橋くんが多分料理動画 すると思います。さっき高橋くんがファーストインプレッションでなんか僕の思っていたキッチンのなんかと違うみたいなリアクションをしたんですけど、お前は贅沢を言うんじゃない。すごい品定めしてる。ものすごい品定め。北尾Pの家でモンストのニコ生覇者の塔を攻略するぞって、あれがですね、すんごいやっぱ雰囲気良くて、なんかリラックスできて、ゲストの方々もすごい楽しんでいただけてっていうのがあったんで、なんかもうすごいこうがっつりね、スポットライトを浴びて LED ライトバチバチの中でですね、あのゲームとかやるってのもいいんですけれども、ちょっとほっこり系のニコ生を、そしてちょっとしたゆったりとしたちょっと長めのニコ生をできたらなというのが、ここを借りる、マンション借りようぜって言った最初でございますね。素晴らしい。まあそのわけでですね、非常に、あ、痩せろ、あ、痩せろ高橋だ、痩せろ高橋だ、ボールをカーフボールだ、ズリの実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 、ダメだ、全然あの輪っかが緑の時とオレンジの時って結構違うんだよね、きっと。あ、そうそうそう、そうです、緑、あの色がオレンジに近づく、なんでポケモン GO の動画になってんだよ。はい、まあそんな感じです。このスタジオで我々がこれからやりたいことっていうのは、ニコ生とか動画撮影もそうなんですけれども、どちらかというと皆さんともっと身近に距離を感じていただけるような、ほのぼのとした温かい、ちょっと手を伸ばせば届くような、そんな感じの放送を、できればと思っております。やっぱり始まりは北野 P の家ですかね。北野 P の家で覇者の塔をやらなければマンションを借りるっていう発想には一切なりませんでした。これからまだインターネットも引いてない状態なんですけれども、インターネット引いてカーテン買ってソファー買って、どん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 スタジオとして作っていきますので、皆様このスタジオから放送される様々な、コンテンツ、楽しみにされてください。あとはこのスタジオ名前を募集しております。でも今日ニコ生で決めるんですよね。大体決めます。まだ間に合うかもしれません。間に合わないだろ、これ上がった頃にニコ生始まってますよ。コメント欄にここなんて読んだらいいかっていうのはぜひとも募集中ですんで、どうぞお越しください、お寄せください。では、はい、ではさよなら。あ、野生の野生の野生の高橋さん、野生の来たよ、マックスマックスムラムラ、you